よくお越しくださいました、諸葛亮先生。この度は私、陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが、医療での策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても、物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって、私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに、孫吾との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れません。ですが、それでもなお語るべきことがあります。孫吾と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀官と孫吾の対立に意味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫吾と蜀とで大国葬儀を打つ、そしてその先は。その時こそこのような席ではなく戦場で死を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため、今一度共に戦いましょう。殿、諸葛亮殿との会談で蜀との命は回復しました。ですが、一方で魏との命が失われました。今魏の大軍勢が孫吾に向け進軍中です。どうなさいますか。孫吾を犯す者は討つ、それが何者であろうとな。皆出撃の準備をせよ。私もすぐに向かう。殿はどうなさったのだ。心ここにあらずといった感じだが。医療でのことをまだ引きずっておられるのでしょう。殿はご自身が進んでこられた道が多くの命を散らせたと自責しておられるようです。今回の魏軍の侵攻、殿に責任などありません。それでもおそらく殿はこの状況を招いたのは自分だと思っておられるのかと。まずいぞ。孫権殿の気迫が衰えていては全軍の士気に関わる。ここは何とか立ち直ってもらわなければ。いや、ここは俺たちが。そうは言うが、何か手はあるのか。おい、聞いて。蓮氏殿に頼んで孫権殿を元気つけてもらったらどうだ。それでどうにかなるとは思えないけどね。だが他に手など。やかましいわ小僧ども。か、関東殿。殿を何とかしようというのは殿に全てを背負わせるようなものじゃないのか。そうじゃないだろう。
主を支えるのが真の務め。苦難の時こそそうあるもんだ。関東殿。すまない関東殿、俺たちが間違っていた。孫権殿にこれ以上の重荷は背負わせない。皆で孫悟を守ろう。ならば自分に一つ策がある。ここは任せてもらえないか。おお、珍しいな。よし、女性、お前の策にかけてみよう。ん？これは俺が時を挙げる流れか。よし、みんな、義の軍勢謎を追い返すぞ。俺たちの力で孫悟を守り抜くんだ。将軍、万事整いました。うん、よし、これで間に合った。女性、いや、俺はたまげたぞ。また随分と大きなものをこしらえたもんだな。敵の目を引き欺く、大きいことに意味があります。誰も乗っていない船まで浮かべてか。空船で十分、近づかれなければいい。義弟宗妃は大軍で南進し、我らを押し流そうとしている。だが呉の地を飲み込まれてなるものか。奴らが激流だろうと抗い押し返すのだ。しかしよくできてる。俺にはちゃんとした城に見えるぞ。本当ですよね。これで中身が空っぽなんて誰も思わなそうです。いや、これは偽物ではない。自分も、いや、我らの覚悟と意地がこの城には詰まっているのだ。この城には覚悟と意地が詰まっている。義軍よ、砕けるものなら砕いてみろ。には必ず何か裏がある。呉軍の動きを監視し、逐次報告しろ。どの将軍、我々の動きを敵に知られるわけにはいかん。ここだな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。どれや、あの地を狙う、ついてこい。あの地を狙う、ついてこい。敵将、自分が討ち取った。女性どもは悲しき過去を背負ってなお強い。荒野に根を張り、隠居たつ大樹のごとくだ。ここだな。しくじったか。だが俺が倒れても諜報部隊は健在だ。
筋の通った勝利だな。その勇姿に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。の根を止めるの。そう、一息。いつの間に。いかん、急ぎ迎撃せよ。どうや、どうや。俺たちの出番が来た。来たぞ。行くぞ。突撃開始。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。攻めてくるだけ担当して守りも織り交ぜて。勝利だな。
この偽城は強風に弱い。補強しなければ急ごしらえを見破られる。しかし今はその素材が足りない。急ぎ集めてこなくては。よし、十分な数の素材が集まった。早速城壁の補強を始めるぞ。これで少々の風にも揺らぎはしないはずだ。城に芯が通ったな。これで敵が探りを入れてきても大丈夫だ。よし、きっちりやり遂げたぞ。お見事、見せつけてくれますな。置くのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。勝利だな。お見事です。私も見習わなければ。馬がご入り用で、またお待ちしてます。
の目が光陵に向いている。今が好機よ。術光を奪っちまえ。術光は光陵防衛の要所、断じて譲るわけにはいかぬ。敵の要所を叩く。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。派手に動きすぎた。マッチの頃に力を前に引くを。よし、術光を守り抜いたぞ。あとは防御防衛の要になるはずだ。筋の通った勝利だな。女性殿は悲しき過去を背負ってなお強い。荒野に根を張り凛と立つ大樹のごとくだ。兵法が家計に必要な資材を求めてる。敵さんに見つからないように収拾しないと。これだけ資材があれば十分かな。ああ、家計部隊を送りますか。筋の通った勝利だな。お見事、さすがの貫禄勝ちってところですね。指示通り家計部隊を編成しました。両党殿から資材も受け取って準備は万全。早速陸路を取って進軍します。光陵近くの橋まで護衛を頼みますぜ。貴様らはこの陛下、何をする気がしやんが。ここで排除する。連中に退けられるとは。よかった、急いで目的地へ向かおう。飛行らの動き、何か狙いがあると見た。その企みごと超訓練が打ち果たさん。ここだ、長領だ。俺たち
ちの手に負える相手ではないぞ。敵将、自分が討ち取った。女性殿は悲しき過去を背負ってなお強い。荒野に根を張り、凛とたる大樹のごとくだ。義の信仰を支えているはず。落とせば大きな打撃を与えられるぞ。生きながら見事な記録。この女孔明、全身全霊の武で湧いていたす。この砦に目をつけるはさすが。ダメ、公子公が守る限り断じて渡さぬ。ありったけの闘志を燃やせ。行くぞ、突撃だ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。拙者の部は拠点すら守れぬか。己の未熟さをただ恥じるのみでござる。この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。敵の痛いところをついておった。狙うはあの地だ。行くぞ。
残念だな。気を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。気を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵の狙いはこの地と見た。このとも守備を固めよう。目標決定。譲れぬ思いがある。敵の要所を攻め立てる。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。勝利だな。よし、敵の砦を制圧したぞ。近くにもう一つ兵器拠点があるらしい。そこへ魏の指揮官が向かっているそうだ。要所を潰し、そいつも倒せば一石二鳥よ。
ザリアは防衛する。付き合ってもらいますわ。おどきなさい。ここだな。この式過去を背負ってなお強い荒野に名を張り陣と立つ大事のごとだ。ここは我が国よりお預かりした重要な場所。あなた方に踏みにじらせはしませんわ。どうやくれませんわ。敵に優位されるなんて我が君に合わせる顔がありませんわ。敵将、自分が討ち取った。筋の通った勝利だな。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。この辺を守るのもお役目かな。この地は自分が抑えた。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。食との戦で消耗している今が好機だ。発掘のなき孫をここに打ち滅ぼせ。火の風船これほどの火を急ぎ迎撃の体勢を整える。長江の対岸に大層な城壁が築かれたが下船だ。そんな時間が奴らにあった。もっと近くで確認しなきゃ。なんとも火を軟化させ様子を伺わせましょう。兵器をもっと増やした方が良さそうだ。援軍をよこせよ。北の集落が軍に制圧された模様。兵器部隊の応援を呼ぶことができません。目ざとく抑えられていたが、ゆずれの思いがある。あんな見事な城壁を短期間で建てるなんて、この軍事力恐ろしいほどだな。いや、あんなものがすぐできるわけがない。あの城壁は何か怪しいぞ。敵の城壁を探りに行った者が戻ったさ。特にこれといった情報が怪しげなところだ。では、このタビルの中で巨大な城壁だと。ここだ。見ろよ、あの城壁を。突風にも揺るがない大したもんだ。炎の力恐るべしだな。
慎重に進軍しなければなるまい。孫悟、存外しぶとい。宗神と玉皇、こちらへ援軍を回すよう伝え。神様、上皇様が撃破されました。こちらに援軍を送ることはできない模様。援軍を見越して拠点を取っていた。敵にも侮れぬ腹がいるようだ。今だ、火をかけろ。炎が、奴ら家計を仕組んでいたのか。目標決定。俺たちで敵の弱さを攻め立てる。敵地攻略に向かいます。皆、私に続いてください。敵の狙いはこの地と見た。この後も守備を固めよう。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。敵地攻略に向かいます。皆、私に続いてください。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。残念だな。ここだ。を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。時を知らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ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 。女性殿こそ真の三国無双だ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。天心を得た今、孫悟など不要な存在。これ私が人形に渡してやろう。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。天命、近づいてよく確認したところ、敵の城壁は偽物と判明。やはりそんなことがあったか。我らを脅かす罠のつもりであったろうが、この偽城の刑は看破した。壁に惑わされず
敵本陣へ突撃しろ。手をつけるぞ。城壁が逃げ物だってバレちまった。あんな大軍が一気に。もうダメだ。守れたのか、私たちを、孫悟の血を。殿、魏軍は完全に撤退しました。この戦、私たちの勝利です。自分たちは守り抜いたのです、この愛する孫悟の血を。しかしまたよく燃えたな。今回の戦の主君は俺で決まりか。バカを言え。今回一番目立っていたのは俺だ。待て、この勝利は自分の策があればこそだろう。ご安心を、女性殿。あなたの功は皆が認めるところです。ただ私が頑張ったことも少しは認めていただければと。分かっているとも、リクソン。これは自分たち皆で成し遂げた勝利だ。そうですね、女性殿。いい響きだ。孫悟に明るさが戻ってきたな。春の日だまりのごとく暖かく穏やかな空気だ。まあこれで死んだ連中も納得するだろうさ。そうだろう、観念。どうしたのです、孫権殿。さっきから黙ったままで。殿。孫権様、泣いていらっしゃるのですか。はあ、そうだ、そうだったのだ。私が本当に願い欲したもの、それは天下などではなく。女性の偽城は義を跳ね返し、後に勝利をもたらした。彼の城を見た宗妃は、後には人材が多いとつぶやいたといわれる。女性の城と戦いぶりは、銀、石壁以上の衝撃を与えたのである。石壁で孫悟を守った将はもはや数少ない。だがその意志は女性をはじめ多くの者に受け継がれていた。女性は先人たちの思いをかみしめつつ勝利の余韻に浸っていた。我らの愛しき風景は守られた。この度の女性殿の活躍、今ここに昇る朝日のごとくよ。孫悟の希望とともに眩しく輝いている。お、女性殿、いかがなされ。お重ねようと、ぬしの涙一滴にすら及ばぬな。序文卿、一世一代の偉人、通し切ったぞ。